皆さんお疲れ様です。本日もスパロボ X 完結編の脇役縛りを始めていきます。前回のあらすじですが、クワトロニジイケノンを使わせテンション上がりすぎてハマーンの説得をすっかり忘れてちゃった回でした。攻略本はちゃんと読もうね。せっかく持ってるんだから。テレハマーンを見れないのは痛恨の極みですが、この気持ちはユングに慰めてもらうつもりで進めていきましょうか。さて今回のインターミッションですが、ビギナギナとジイケノンの武装強化に資金を投入しましょう。ビギナギナはビームライフルを3から5段階に、ジイケノンもビームライフルを2段階改造。ジイケノンは運動性も3から5段階に。そろそろデッツとの縁の離脱が近いので、主要の強化パーツは他に回していきます。そしてヘガン部隊に関してもいよいよと言いますか、やっぱりマグネットコーティング3積みが始まってきました。神行きは3積み、シーブッと受動も2積み。そう、それでも僕は量産機が好きです。そんなこんなでマックスタートしていきましょう。ちなみに今回は4ターン制限という条件下です。なのでいつもよりカット少なめ、4倍速多めの構成になっております。ご了承くださいませ。まだザビカなんてネームドに頼ってるあたりが年季を感じさせてくれる旧シリーズの味わい深さ。さてさて、とりあえず出せるだけ出しましたが、4ターン縛りということなので、少数で突っ込み反撃無双で、時間目いっぱい資金稼ぎといきましょうか。足の速さもあり、アムロクワトロが左右から敵本体に突っ込みをかけるという胸熱陣形の完成です。ボスクラスは挑発をかけてヘガン部隊その他もろもろに迎撃させます。アムロとクワトロの2トップ無双の邪魔はしませんぜ。最高のライバル同士だからこそ背中を預けられるってやつですね。さあ見ていきましょう。
いやーやらかしましたね。制限時間あるってのに、ボタン連打からのフェーズ終了ですよ。みんなよくやっちゃいますよね。そんなわけでもう3ターン目です。残り時間でどこまで敵を殲滅できるか、まるで RTA みたいだ。とりあえず急いで、ケガン部隊に、ラカンたちを潰しに行ってもらいます。精神ポイントも出し惜しみなく、行きましょう。容赦のない魂攻撃で、秒殺します。これほどの威力があるのか。行くぞ。当たるかよ。まずはマシュマー。さあ次だ次。いけるか？ラバも加速覚醒で一気に前線入りです。とどめだらかん。お、倒せないのは仕方ないとして、このダメージはなんだ。アクシズを背にして、アムロとシャアが無双です。おっさんの私には胸に込み上げるものがありますね。はい。
子供はアムロとクワトロで十分ですね。ジェガン部隊にはネイムドの相手に専念してもらいましょうか。これがウィング勢嫌なところだよな。打率2割3分でホームラン20本の微妙な助っ人外国人みたいなね。さすがジェクス、カトルなんかとは大違いだ。まあ後には暗いしかいないんだけど。ここへ来てアリアスが一番硬いというまさかの事態。こいつは諦めるしかないか。さてさて、良い感じに片付きましたね。2ターン目無行動ってミスが悔やまれます。
今さらラビカがどうのって言われてもねえって感じでクリアです。今回は全滅させたかったですね。できなくもなかったからなおさら悔しいです。次回は頑張ってボールの獲得を目指します。それでは本日の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。